皆さんおはようございます。デイリーセントーズです。今日は隔離2日目の朝です。昨日は夜に着いたのでもう本当にご飯を食べてすぐ寝てしまったんですけれども、今日は昨日撮ったルームツアーの動画を皆さんにご紹介したいと思います。皆様こんばんは、デイリーセントーズです。なんと今夜は隔離最終日の夜です。乗り切りました、6日間。はい、明日の朝チェックアウトします。それではですね、私たちが6日間過ごした経験のもとに、ノボテルマンガドゥアスクエアさんのデラックススイートのお部屋を、正直にレビューしていきたいと思います。それでは行きましょう。まずですね、全体的な評価から星5つとしたら 3.5 ぐらいですかね。こちらの方に全体的の明確な評価を出してるんですけど、これを一つずつ紹介していきたいと思います。まず一つ目は Wi-Fi ですね。ずっとここに泊まっていた間は Wi-Fi は普通に早かったです。タイガーくんのオンライン学校だったり、あと YouTube の動画をアップしたりだとか、あと主人もプログラミングの仕事をしてるんですけど、それも全て順調にできました。はい、こんな感じでですね、主人はミーティング中でございます。本当にお疲れ様です。で、2つ目はスタッフとサービスですね。スタッフの方はとってもフレンドリーでした。で、結構私たちの要望にも答えてくれてましたし、私、タイガーくんのシャンプーを切らしてしまって、で、その時にすぐに買いに行ってくれました。で、義理の姉に、アルコール消毒とか、アルコールのウェットティッシュとかを頼んだんですけれども、それもすぐにお部屋に届けてくれました。このホテルは食べ物以外だったら結構必要なものを、買ってきてもらったりだとか、あと家族の人とか友達とかが持ってきてくれるということはできます。で、一人に5着まで、ランドリーサービスがあります。洗ってもらいたいお洋服はこうやってランドリーバッグに入れて外に置いておきます。係の人が取りに来ます。お洋服はこういう感じで戻ってきます。で、基本的にインドネシアってチップをあげる習性があるんですけれども、だいたいルームサービスとかだったら5000ルピアから2000ルピアぐらいですね。そして3つ目、ロケーション。これはですね、本当にこの隔離ホテルを探していた時に一つの条件としてやっぱり空港から近い方がいいなと思っていたので、
このホテルは、30分以内で空港から、着けます。やっぱりその日だったり時間帯によっては混んでる時もあると思うんですけれども、私たちは土曜日の日に着いて、午後に着く便だったので、空港からは、午後の6時に出たんですけれども、本当20分もかからないでホテルに着けました。なのであまり疲れなかったです。そこが良かったなと思います。やっぱり子供を連れてると結構すごい長いフライト時間だったのに、また車でも長い移動となると本当に疲れちゃうと思うので、その面ではおすすめです。はい、そして4つ目、快適さ。このお部屋の広さ自体はとても快適でした。やっぱりタイガーくんと一緒に鬼ごっこだったりかくれんぼを遊べたりしたのは本当に良かったです。はい、こんな感じでね、走り回って私にもいい運動になりました。キャーキャー言ってもインドネシアではあまり言われないので助かりますね。それでこの部屋の広さの割にはコスパも良かったので、このホテルにしたんですけれども、あと、やっぱり窓が開けられるお部屋がいいなと思っていたんですね。やっぱり空気を入れ替えたりとかできたらずっとお部屋の中にいるのでいいかなと思って、それでこちらのホテルを決めたんですけれども、最初は、バルコニーがついているお部屋がいいって言っていたんですけれども、そのお部屋はもうないって言われちゃってたんですね。なので私たちは普通のフローリングのお部屋を取ったんです。だけどいざついてみたら、アップグレードしていてくれたみたいで、カーペットのお部屋でジャグジーがついていて、そのジャグジールームから窓が少し開けられて、空気を入れ替えられるって感じですね。本当にありがたいんですけど、ありがたい反面、私とタイガーくんはすごく、ハウスダストとダニのアレルギー持ちなので、このカーペットがちょっと裏目に出たかなって感じです。走り回った後とか結構すごいホコリが舞い上がって、もう2人とも常にアレルギー症状が出ていて、薬を飲んでました。5つ目、清潔さですね。ここは私的にはちょっと残念かなっていう感じです。だけど私基本的に本当に綺麗好きなので、それも含めて参考にしていただけたらなと思います。あとはなんか部屋全体が掃除が行き渡ってないなーって、行き届いてないなーという感じがしたので。だけどこの隔離ホテルなんですけれども、本当にほぼ満室状態なので、人手が足りないんじゃないかなと思うので、そこはまああまり気にならないよっていう人だったら全然いいと思います。で、私さっきも言ったようにサービスがとてもいいので、これちょっと汚いんだけどって言ったら絶対にすぐに取り替えてくれますし、毎日ハウスキーピングも頼めます。ちゃんと防具服を着て、そのクリーニングの人が来てくれてお部屋のお掃除とかをしてくれます。でも私たちはめんどくさかったので、頼まなかったです。自分たちで適当にお掃除をしていたって感じです。そして最後は食事です。食事はこういう感じで外に置いてあります。食べ物を置いてくれた後、スタッフの方がドアをノックしてくれて、温かい食べ物を食べられるようにしてくれています。決して美味しいとは言えません。だけど食べられます。と主人はなぜかこのちゃんとプレートに持ってある食事がいいって言っていたんですね。私はどちらかというと、もうワンボックスミールみたいな感じで、もうボックスに入っているご飯が良かったんですけれども、主人的にはやっぱり6日間いるから、こうちゃんとした食事を取りたいということで、それがあるホテルって言ってこちらにしたんですけれども、まあ、決してすごく美味しいという感じではありません。食事はウェスタン、アジアンとインド料理、そしてベジタリアンが選べます。私たちは7日間ウェスタンとアジアンフードを決めました。ウェスタンフードはあまり好みではなかったんですけれども、アジアンフードはまあ普通に食べられるという感じです。
アジアンフードは基本的にインドネシア料理か、中華でした。でも本当に、もし食べられないっていう食べ物があったら、ルームサービスもあるので、お値段はちょっと張ると思うんですけれども、頼めるので、そちらも検討してみてください。はい、それでは皆様最後まで見ていただきありがとうございました。他に隔離ホテルのことで、質問がある方はぜひコメント欄で、質問待ってます。そして、概要欄の方にもジャカルタの、隔離ホテルリストの、ウェブサイトのリンクを、貼ってあるので、そちらもぜひ見てみてください。この動画がちょっとでも役に立ったなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではおやすみなさーい。